エリシカ・ユンコバートは、チェコスロバキアのレーシングドライバー。女性として、初めてグランプリで優勝するなど、レース史上偉大な女性ドライバーの一人と、みなされている。別名エリザベス・ジュネック。1900年11月16日、オーストリア・ハンガリー帝国モラビアのオロモーツで生まれる。父親はカジ屋で、8人兄弟の6番目。出生名は、アルジュビエタ・ポスピー・シロバー。 16歳の時、プラハ信用金庫銀行をおろもうつ支店に就職。そこで、年上の青年銀行家チェニエクことビンンツユネクと出会い、その後結婚する。エリシュカはいつか、世界中を旅行したいと考え、多言語を学んでいた。銀行に入れたのもそのおかげで、エリシュカは、ブルのプラハ勤務を経て、フランス、ジブラルタルに赴任する。希望は、北アフリカ、ロンドン。 正論だったがそれは叶わなかった。パリで夫のチェニエクと再会。夫は自動車が趣味で、それに存分にお金を使えるほどの蓄えをしていた。エリシカは最初、自動車に興味がなかったが、次第にスポーツカー、特に部外に、続婚になった。1922年、二人はプラハに帰国。夫は、 本格的にレースに参加し始め、ズブラスラフイロビシチェカンのヒルクライムで優勝。エリシュカも特訓の末、免許を取得する。同年、二人はメルセデス・ベンツとフランスグランプリで初お目見えしたブガッティタイプ30を購入。当初エリシュカはライディングメカニックとして参加していたが、戦争で負傷した手の怪我のせいで、夫がギアチェンジできなくなり、エリシュカが変わって、 ハンドルを握ることになった。エリシュカの最初のプロレースは1923年。この時は、夫と一緒だったが、翌年には、個人で出走。ロホンティン・トゥジェモシュナー間のレースでは、ツーリングカー部門で優勝し、世界に名を知られるようになった。1925年のズブラスラフ・イーロ・ビシチェ、間レースでも1位になり、夫婦は、お祝いに2代目のブガッティを購入した。エリシュカは、 当時最高の男性レーサーたちと走り、ステアリングホイールの女王とヨーロッパ中から称えられた。この頃、名前を英語風に、エリザベスと改めた。タルガフローリオでのエリシュカ1926年、エリシュカは、スイスのクラウセンパスヒルクライムで準優勝。さらに、荒れたぬかるみのコースで、スピードだけでなく耐久力も必要な、シチリア島で、開催のタルガフローリオにも出場した。 エリシカには、天性のドライビングテクニックがあったが、それだけではなく、レース前にコースを下見して、目印になるところを、チェック、コーナーは、どのコースを取れば、最適化まで調べ上げる。当時としては、画期的な分析家でもあった。結果は途中でクラッシュしてしまったが、寸前まで4位につけていた。その直後に出た、ドイツのニュルブルクリンクでのレースでは、2リッタースポーツカー部門で、 優勝した。1928年のタルガフローリオに照準を合わせてブガッティタイプ35バイトを購入。この車でライバルの男性レーサーと対等な立場に立てた。1周目は4位でルイシロンに遅れを取ったが2周目は逆転してリード。しかし最終ラップでトラブルに巻き込まれる。5位に終わったもののルイジ・ファジオリ、ルネドレフィス、エルネスト・マセーラキー。 タツヨヌボラーリといった、名だたる有名男性ドライバーよりも順位は上だった。暮らしていた、プラハの家1928年7月に、ニュルブルクリンクのドイツグランプリに、夫と参加。夫が運転したが、コースを外れ事故死してしまう。悲しみに暮れるエリシカは所有していた車を売り払い、子供の時の夢だった旅行に行くことにする。目的地はセーロンブガッティンの創業者、 ヘッド・レブ・ガッティが新車のツーリングカーを送り、さらにアジアでのビジネス展開のためにエリシュカを雇った。第二次世界大戦後に再婚。しかし、1948年から1964年まで、チェコスロバキアの共産主義政権はエリシュカの海外渡航を許可しなかった。モーターレースの世界でも忘れられた存在となった。1989年、鉄のカーテンが消滅。 その同じ年、復活したブガッティの集まりがアメリカ合衆国で行われることになり、89歳だったエリシュカは医師の反対を押し切って名誉ゲストとして出席した。1994年1月5日、プラハで死去。93歳だった。ありがとうございます。